よく説明するからね。今経済産業省前です。先ほどテント広場でバリカーを設置して綱を張る強制執行のと思われる行為がありましたけれども、これは役所の権限の行使だと受け取れますので、その責任者がこの経済産業省内で命令を下した状態でいなきゃいけないので、すぐ確かめに来たんですけど、どうもその責任者がいないで勝手に行ったという状況のようですが、それでよろしいんでしょうか。今撮影とかされてます。してますよ。あの、すみません、敷地の中は撮影できません。それは俺の権限でやるから。いや、権限とかじゃなくて、いや、私の判断であるから、やかましいんだよ。今生中継で放送中だから邪魔しないでくれ。敷地の外でお願いします。それは私が判断するから。いやいや、君の言うことは、君の言うことは分かったから、ね、いやいや、頭には入ったけど、それをどう判断するかは私の判断だから。いや、それは困ります。だからその責任者がいるはずなんで、それを呼んでくれということなんだよね。これ出てこないとかなり大きな問題になるから、早く出してほしいんだけどね。俺も時間がないから。これは非常に大事なことなんですよ。わかります？あそこで強制執行のような行為が行われた、その権限者が今いなきゃいけない。これはインターネットで生中継してる。テレビです。その執行権限者が今この建物の中にいるはずなんで、そいつを出してもらわないと困るんだよね。それがいないとなると、これは問題だし、いても、その、非執行者から説明を求められて説明できない行為があったっていうのは非常にまた問題なんだよね。だから、警備員の人たちの責任になっちゃうから、ちゃんとその、テント広場のバリカの設置についての責任者を、呼んでくださいっていうことなんだけど、君たちそれさっききちんと取り次いだんだよね。きちんと取り次いだけど、防災訓練とかいうことで出てこないっていうことなんですかね。じゃあさっき の、 執行権限者いないっていうことでいいのね。確認しとくよ、大事なことだから。先ほどの、テント広場のバリカの設置と綱の設置についての執行権限者はいないということでいいのね。それでいいのかな、返答は。まあ、こうやって職員が出入りしてますからね、防災訓練やってない、今実施されてないことは明らかなんですけど。
テント広場の、こんにちは。テント広場のバリカーの設置と綱の設置についての権限者いますか？強制執行的な行為があったと思うんで説明を求めてるんですけど、この執行者がいない、あるいは説明できる者がいないということは、後々法的な絡みで非常に問題になるんですけど、よろしいですか、経産省。今、ガードマンの方には説明したんだけど、電話もしてもらったんだけど、出てくる意思はないということなんで、これは後で裁判の資料として提出しなきゃいけないですけど、よろしいですか？いいですね。バリカーの設置、前のテント広場の周辺についてのバリカーと綱の設置、この設置の執行権限者いますか？あるいはその執行について、私は関係者として来てますけど、説明ができるといいますか？いなくて、この強制執行を行ったということで、非常に後々法的な問題になりますが、よろしいですね。よろしいですか、経産省の方。今、いないんですね。前のテント広場についてのバリカを設置した、綱を設置したっていう人は、ガードマンから問い合わせして、もう出てこないんで、いないということでよろしいんですね。不法行為をしたということで、公務員としては非常に立場的にまずいですが、よろしいですね。はい、ということで、責任者がいないという状態で執行だけをしたということのようですね。まあ、このあたりまた整理をしたいと思います。今放送をご覧の方はね、テント前の録画がありますので、ぜひ見て内容を拡散してください。国民にピンチをね、知らせてください。お願いします。じゃあまた後ほど。